はですね、ちょっとお友達と銀座でランチをする予定で、銀座の並木664677、そこで、ランチに行く予定です。銀座スタイル。とりあえずビールからということで、はい、昼間から飲むビールはなんてこんなに美味しいんでしょうかということで、銀座にあるこの並木667なんですけれども、ハイアットセントリック銀座東京のね、上にあるレストランで、はい、すごく、コース料理もね、どれもこれもすごく美味しかったので、おすすめかなって思います。もう20年ぐらいのね、こう、長いお付き合いのお友達と、このちょっと贅沢なね、時間を過ごしたんですけれども、いや、こういうのもね、たまには必要かなって思いました。おはようございます。はい、今日はですね、撮影で、神山町の方にね、ちょっと行く感じで、渋谷から今テクテク歩いてるんですけど、めちゃめちゃ天気がいいので、本当歩いててもね、すごい気持ちがいいって感じです。はい、今日の格好なんですけれども、今日はですね、半袖です。で、ニットベストを合わせてます。で、足元は、動きやすいように、はい、アグです。すごい、この辺豪邸ばっかり。はい、全身こんな感じになってます。はい、この日ね、今年初の半袖だったんですよ。本当夏日って感じで、今中にね、半袖の T シャツ合わせてるんですけれども、まあ、夏になったらね、このベスト1枚で過ごそうかなと着ようかなと思ってる感じです。サイドのね、ゴールドボタンが結構効いていて、結構お気に入りです。このサテンのパンツでちょっとラフに合わせてみました。おはようございます。はい、キャンプに来ております。天気あんまり良くないんですけど、なんか今日夜雨降るって言ってるし、なんか撤収するときに降ってないといいなと願っております。最近雨撤収が多くてですね。はい、結構大変なので、はい、持つといいなと思ってます。で、今日の格好。今日ごめんなさい、すごい。カジュアル。こんな感じ。なんかつなぎが結構便利で、もうキャンプの時だいたいこれ多いんですけど、カレントエリオットのつなぎで、この時期ほら暑かったり寒かったりあるので、寒くなったら全部着るって感じで、中は T シャツを着てます。はい、帽子はこの前買った47になって、足元はナイキです。なわけで、はい、自然を満喫したいと思います。テントもサクサク立てられるようになりました。はい、夜はね、ペッパーライスってやつを作ったんですけれども、なんか肉の切り方が雑だというふうにブーブー言われながら、パパが作ってくれました。で、この鉄板なんですけど、なんか岩谷の焼き上手さんっていうやつで、すごいキャンプの時に結構便利で、うちはね、毎回これ持ってってます。やっぱすごい雨です。今が一番強い。ねえ、土砂降り通り過ぎるといいけど、寒くなると昨日すごい雨だったけれども、とりあえず撤収時は晴れました。よかったです。で、2日目の格好なんですけど、こんな感じで、紫のボーダー着てます。これは展示会でいただいたものなんですけど、なんかね、袖のほら色が違うの、こことここね、珍しいですよね。これルミノアのやつなんですけど、はい、ちょっと長めな感じです。はい、これユニクロなんですけど、意外に使えます。
重品を入れたりとか携帯入れたりとかしていて、めちゃめちゃ使えてます。ちょっと、体験で行ってこようかなと思ってます。で今新宿来てるんですけど、西新宿久々に来ました。はい、めっちゃ笑顔の写真なんですけど、あのプレミアムボディっていうね、ところで、90分のね施術をしてもらったんですけれども、はい、なんか頬骨の位置がね結構ぐっとこう高くなるというか内側に入るので張りが出るんですよね。はい、結構興味ある方ぜひあのちょっとサイトチェックしてみてください。はい、であのその日の格好はこんな感じでした。トップスがね堺のブラウスに、パンツがねこの前紹介したあのサテンの、パンツですね、ザラのやつです。はい、かなり使ってますね。週2ぐらいで履いてんじゃないかなぐらいな感じですね。はい、はい、この日はね、原宿からスタートだったので駅直結しているこのサルタヒココーヒーでね、時間作って結構こうやってあの朝メールの返信をしたりとか、あと SNS 見たりとか結構有意義な時間なのでよくやってます。はい、であの着てる服がですね、ユニクロの、タンクトップ、まあ、1000円ぐらいのやつですね、とあとバッカのこれ結構前なんだけどあのラメが気に入っていてスパンコールが散りばめられているカーディガンを着ております。はい、で足元は、この前ご紹介した、イーボルの厚底サンダルとあとはワイドパンツ履いていて、ミニバッグでちょっと大人っぽく仕上げております。はい、であの仕事帰りにちょっとねあのここのビル券のポップアップやってるのでちょっと行きたいなってずっと思っててようやく行けました。で私がね欲しかったあのアリゾナのシリーズのビッグバックルが今シーズンすごく可愛くって、であの見に行ったんですけれども残念ながらね私あの黒が欲しかったんだけど黒はねサイズがなくてちょっと残念な感じで、はい、でもねこの今履いてる色もねすごい可愛くって、これだとねゴールドのバックルなんですよ。なんかこれの方が私っぽいかなと思って、で結局なんかあの悩みながらはい買っちゃいました。連れて帰ったのは私、はい、この子です。色がねなんかすごく大人っぽくって、はい、チョコレートっていう色なんですけどゴールドとねすごい相性が良くって、なんかこの夏ねすごく活躍するんじゃないかなと思ってます。はい、今日はですね今から、セルジオロッシの、展示会があってちょっとそちらに行こうかなと思っております。帰ってからちょっと編集作業もあるので、はい、ちょっと足早に楽しんでいきたいなと思ってます。はい、今日の格好なんですけど今日こんな感じ、久々にちょっとポロシャツを着ました。なんか肩とかどっちだっけな、糸がほつれてるんだけどそのまま着て着ちゃいました。はい、で足元が、はい、足元はねこんな感じで、まあ、歩きやすいスタイルでした。はい、であのセルジオルシのあの次のシーズンなんですけど結構ねヒールの高いものとかすごくこうエレガントなものがたくさん出ていて大変ヒールが戻ってきちゃうんじゃないかと思いきや、まあ、こういったねちょっとフラットというかローファータイプだったりとか、はい、もあってですね安心、あそうこれすっごい可愛かったです。はい、あのブーツもね結構いろいろとありまして、ごつめなブーツからねエレガント系まで、はい、幅広くありました。はい、あの人気シリーズもねもちろんカラーバリエ豊富で置いてあります。であの関根翔吾さん、イラストレーターの関根翔吾さんとあのセルジオロッシのコラボレーションもねすごくこうなんだろ こう今っぽい感じというか、はい、あのトレンド感満載な靴だったので、はい、これも注目かなと思います。はい、そんなわけで7日間の Vlog 楽しんでいただけましたでしょうか。はい、またね、ファッションいろいろ更新していくので、チャンネル登録よかったらお願いします。インスタもね、日々更新しているのでぜひフォローお願いします。それではまた、バイバイ。